バレリー・ヤコブレビッチ・レヨンティエフは、ロシア・ソビエト連邦社会主義、共和国コミ共和国 USTUSA 出身の1990年代、初頭に人気があった歌手である。1996年3月9日に、ロシア人民芸術家の栄誉称号を得た。ロシアの音楽において、最も偉大な人物の一人として知られる。数十年にわたるキャリアにおいて、 30枚以上のアルバムを制作し、その多くが100万枚以上の売り上げを記録した。歌手として有名になる以前、彼は過酷な子供時代を経験し、両親との確執もあった。彼の元々の夢は海洋学者であったが、不幸なことに大学の入学試験に落第してしまった。そこで彼はシクティファカーに進学し、歌手を目指した。有名になる前、彼は、 エコーと呼ばれる公共楽団に所属していた。彼はサンクトペテルブルクのオードヤブスキービッグコンセールホール等歴史的な名所で歌うことを始めた。合金公共楽団に加わるようになると急に売れ出した。大衆が彼のスタイルと歌唱を認識し始めて彼の音楽に夢中になり、レオン TF はスターダムを駆け上がった。この時以来彼は国中、ついで ヨーロッパ中、世界中をツアーで回るようになった。1987年に彼はインスティチュート・オブ・カルチャーを卒業し、メリテッド・アーチスト・オブ・ウクライナの称号も獲得した。世界の音楽賞を多数受賞し、世界でも有名になった。タイム氏は1981年のエレバンでのコンサートで彼のパフォーマンスについて、ミック・ジャガーとミハイル・バリシニコフの中間のようだと、 論評している。ありがとうございます。